宗谷は、大日本帝国海軍の保有した、防護巡洋艦である。艦名は、宗谷海峡にちなむ。日本海軍での公式類別は二等巡洋艦。元は、ロシア帝国の一等防護巡洋艦、バリアーグで、日露戦争の際に、日本軍によって捕獲された。バリアーグは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、フィラデルフィア市のウィリアム・クランプ・アンドサンズ社に、 発注されたロシア帝国海軍向けの一党、防護巡洋艦であった。1904年初の時点で、朝鮮半島に駐留しており、圧倒的不利な状況で二川沖海戦を戦った。後、二月9日、乗員は艦を敵の手に渡すのを拒み、艦を湾内で自沈させた。バリアーグは、その後、終戦まで大破した状態で、二川湾内に放棄されていた。 1905年8月8日に日本はこれを付与した。同年8月22日に、宗谷と命名された。なお、天皇に相門した他の候補官名に、博多、長瀬を呼び、不和があった。同年8月27日に二等順洋館に類別、同年秋に佐世保港に開港され11月から横須賀交渉で修復工事を開始。 1907年7月9日に整備を完了し、11月に就役した。その後、宗谷は、もっぱら練習艦として使用された。日本海軍では、珍しいアメリカ式の艦であったこと、それに、同系艦がなかったことが運用上の支障となったためであった。1909年3月14日から8月7日にかけては、 小位候補生の遠洋航海訓練のため、ハワイ島と北、アメリカまで遠征した。この時には、同じく元ロシア艦の一等巡洋艦、アソと練習艦隊を編成していた。同様の訓練航海は、1913年まで毎年繰り返された。太平洋戦争時の日本海軍には、宗谷での遠洋航海訓練を経験した多数の指揮官がいた。 井上成美、草勝富一小沢寺三郎、山本五十六、小上野一が、その代表である。第一次世界大戦が始まると、共に連合国の一員となったロシアを支援するため、日本は、日露戦争の際に接収した、いくつかの艦船をロシアへ売却もしくは譲渡することに、した。 宗谷もそうした艦船の一つに選ばれ、1916年4月4日には、ロシアに買い戻されて、日本海軍を除籍された。翌4月5日には、ロシア極東のウラジオストクで、ロシア帝国海軍へ再編入され、艦名も元のバリアーグへ戻された。バリアーグは6月18日には、発表用召艦隊司令艦機を掲げて、 ロマーノフナムールへ向けて、ウラジオストクを出発した。同年11月には、コラ半ン島へ到着した。1917年3月4日、修理のため、イギリスへ渡るが、同年11月の革命で政権を取った、ソビエト政府は修理代の支払いを拒絶したため、イギリスに没収された。1918年2月に、イギリス海軍へ配属されるが、 栄光中にアイルランド沖で座礁してしまう。その後引き上げられ、ハルクとして使用された後、1920年にドイツへ売却されるが、栄光中にスコットランド沖でまたしても座礁し、1923から1925年にかけて現地で解体された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。 ありがとうございます。